家計相談や見守りといった暮らし全般に関するサービスを提供する中部電力ミライズコネクトが今日岡崎市と駐車場のシェアサービスに関する提携を結びました。この駐車場のシェアサービスは、企業や個人が所有する駐車場を使わないときに有料で貸し出すものです。例えば、岡崎城近くのこちらの企業では、休業となる土日だけ観光客などに駐車場を貸し出します。 借りたい人は駐車場を事前に予約することで、駐車場を探す手間や駐車待ちの時間を省けます。岡崎市はこのサービスを広く知ってもらうことで、観光シーズンの駐車場不足を解消したいとしています。